皆様おはようございます。本日はですね、もうだいぶ飲んでおります。9月の20日の午前2時ぐらいでございます。もう生中8杯目を飲み終わりまして、締めのご飯に差し掛かろうかなというところでございます。最近酔っ払い動画があまりないという、ご指摘で、つまんないので酔っ払い動画をやってくれみたいな感じで、久々に、酔っ払って動画を撮っております。締めのご飯ですわね。ご飯はです。こちらですね。はい、うまそうですね。マグロのすき身、これを使って一品です。まずはですね、もみのりをライスの上に、パラパラパラですね。パラパラパラ、このままお醤油をかけていただいてもかなり美味しいんではないかと思います。そこへですね、マグロのすき身ですね。はい、マグロのすき身をどんどんどんどかりと、どんどんどんどかりと、こんな感じでございます。もうちょっと入れましょうか。こんな感じですね。そこへですね、もうやめらんないですね。こちらです。じゃあね、炙った明太子ですね。炙った明太子をゴンみたいな感じです。マグロの赤と明太子の赤ですね。はい、もうこれで完成でございます。マグロ明太丼ですね。もう贅沢です。これにちょっとお醤油をかけていただいてみたいと思います。マグロ明太、マグロ明太丼ですね。いただきます。最高です。よくご飯の上にマグロといくらが乗っかったようなね、ご飯ありますが、マグロのすき身と炙った明太子、これはなかなかないんではないでしょうか。この上の具でもうちょっとビール飲みたくなりますわ。明日も仕事がありますので、今日はこの辺で失礼いたします。本日は、マグロすき身明太丼の、ご紹介でございました。それではまた失礼いたします。うまいです。